トゲなしトゲありのレギュラー番組ということで、これからどんどんいろんなコーナーを実施していきたいなと思っているのですが、早速本日一つ目のコーナー行っちゃっていいですか。はい。創作早口バトル。早口バトル。はい。このコーナーは事前にリスナーさんから募集したコーナー案で実際に届いていた案になります。コーナー案をお送りいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい。お題にあった早口言葉を私ゆりとシュリちゃん、はい、私、はい、どちらが噛まずに多く言えるかを競うコーナーになっております。はい。私たちはアニメの声優も務めておりますので、うん、声優が ね, ね噛むなんてね、噛むわけないですよ。 ありえないよ ね, 声優ですもんね。ね、シュリちゃんは早口言葉は得意ですか。まあそうですね。出た新しいキャラか。そうですね。そうですね。僕は、うんうん、声優さんなので、はい、得意ですね。じゃあやっちゃいますか。やっちゃいますか。僕はまあバトルなので、うん、まあ負けませんよ。負けませんよ。全部で3つの食べ物に関する早口言葉が出題されるとのことなんですが、行ってみましょうか。行ってみますか。では早速第1問、うん、バナナの謎はまだ謎なのだぞです。わー難しそう。ね、これを3回言うということでね。そうだね。うんうんうん、うん、いいよ。じゃんけんしようか。勝った人からやるか。うん、そうだね。最初はグーじゃんけんブー。勝ちました。あー負けました。じゃあゆりからこれいきますね。はい、いきます。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。どうしよう。言えません。言えないときはどうするんですかね。じゃあ、シュリちゃん、負けですか、言えますか。え、シュリちゃんが言えたら、勝ちってことで、言えなかったら、言えなかったら、引き分けだから、バナナの謎はまだ謎なのだぞだからね。言えてないんで。いけるよね。どうぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。すごい。すごい。そっか。そっか。どうですか。私勝ちましたけど。まあまあまあ。まあまあ。3もあるんで、うん。次勝てばいいんで私が。じゃあ次いきますね。はい。第2問。第2問。急にキュウリ9本食う後急増中。うん。です。キュウリ好きだもんね、シュリちゃん。キュウリ大好きだからね。これ噛むわけにはいかないよね。いかないね。え、また私からですか。え、うん。また私からですか。うん。いきます。はい。せーの。急にキュウリ9本食う子急増中。急にキュウリ9本食う子急。もう一回いきますか。まあ声優なんでね。声優なんでね、私。いきますよ。よし。いきますか。いきます。はい。急にキュウリ9本空港急増中。急にキュウリ9本空港急増中。急にキュウリ9本空港急増中。あ、どうですかこれは。セーフですよね。セーフでした。セーフでした。よかった。ありがとうございます。これシュウちゃんが言えなかったら、うん、引き分けになるから。引き分けになるから。頑張りましょうかね。うん、急にキュウリ9本空港急増中。急にキュウリ9本空港急増中。急にキュウリ9本空港急増中。どうですか。できてますよ。やった。そっか。あれ3問だから、3問だから。もう1問あるから。ま、もう1問あるから大丈夫だよね。うん。まだ、そっか、まだ。そっか。引き分けか負けるかだよ。まあね、あの、今1問、2問とやってきてますけど、うん、3本目がちょっと短いし、一番言えるんじゃないかって思ってるんだよね。うん。最終問題の、問題は、歩き炙りカルビです、うん。です。歩き炙りカルビです。歩き炙りカルビ、ね。いけるよね。いけるよ。あの炙りカルビ炙りカルビっていうさ早口言葉は結構やってたんだよね私。やってた。いけるいけるよ、ね、いけるよ、うん、大丈夫だよ。いいっすか。いきましょう。歩き炙りカルビ歩き炙りカルビ歩これふざけてないですからね私本気ですから。笑われてます。笑われてますけど本気ですからね。いきます。もう一回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 どうぞどうぞ。いきます。うん、歩き炙りカルビ歩き炙りカルビ歩き炙りカルビ諦めることも大事。ことも大事。諦めることも大事。シュリちゃんの番です。どうぞ。はい。いきますかね。最悪だ。歩き炙りカルビ、歩き炙りカルビ、歩き炙りカルビ。これ言えません。言えません。誰も言えません。無理です。ということ
ことで。負けた勝者は私主義でございます。やったバナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。1回目言えてないですこれ。特訓します、うん、一緒に特訓しようね、うん、次の配信かラジオではね、ちょっと早口言葉これ言えるようになってたら熱いね。熱いね、うん、練習します。一緒に練習しようね、はい、勝者はシュリでした。ありがとうございます。